エトガルケレットはイスラエルの作家。小説以外にも絵本やグラフィックノベルの原作のほか、映画やテレビの脚本を執筆し、また映像作家としても知られる。1967年テルアビブに生まれる。19歳の時に親友が自殺し、それをきっかけに執筆を始めた。彼自身はヘブライ語で執筆しているが、著作はすべて英語訳が書出。 ヘブライ語では出版されていない。義務兵役中に小説を書き始め、1992年に初の短編集パイプラインズを上司する。同作はそれほど注目されなかったが、1994年に発表した2作目となるミッシング・キッシンジャーにて脚光を浴び、アメリカでも人気を集める。以降、積極的に著作を続ける。グラフィックノベルの原作もいくつか手掛け。 2004年には、ルートゥー・モエダント児童用の絵本、パパがサーカスと言っちゃったを強調した。映画やテレビの分野でも脚本家として活躍し、2006年には、絵本作家、映像作家で妻でもあるシーラ・ゲイフェンと共同で、ゼリー・フィッシュを監督している。両親は、ポーランドとロシア出身の共にホロコーストの体験者であり、本人はホロコースト第二世代である。AB 突然ノックの音が役者跡書きより、ありがとうございます。